はい、どうも、ミケツマチです。ケンさんです。はい、というわけで1月入りまして、はい、もうね、21日ですよ、うん、ドラフトが迫ってるんです、うん、はい、もう、もうすぐなんだけどさ、うん、実際にね、こうドラフトの候補者選出方法が具体的に決まってきたので、うん、ちょっとそれを振り返っていこうかなと思います、はい、今回はですね、ファンが決めるドラフトということで、なんかどんな感じになるんだろうなみたいな、なんか実際に何人か直接会場に呼んで、こう選出するっていうのが確か当初の話だったのかなって気がするんだけど、まあなんか今の感じを見るとね、ちょっと違う、変わってショールームを使ってやり方、ショールームね、はい、というわけで、まあいろいろそのね、ショールームの投票もあるんだけど、いろいろね、ちょっと制限がありまして、まずね、AKB48 のグループサービスっていうのがあるんですけど、そこに登録しなきゃいけないんですよ、で、さらに推しのチームが登録されてなきゃいけないのが条件の一つ、で、あとはグループサービスでその取得した ID にモバイルの権利登録がされてるかどうかって、そっか、AKB モバイル、あとは STU モバイルまであるのかな、モバイルのどこかしらのチームのモバイル登録権が入ってないとダメってことなんで、結構条件は何個か、そうですね、モバイルの登録さえしてあれば大丈夫みたいな、そっか、ショールーム限定のシリアル URL コードみたいなのがあるんだけど、そっからその人たちだけが見れる URL からオリジナルコンテンツ的な、そう投票入れるという感じらしいんですよね、で投票していくという感じらしいんですよ、詳しくはね、あのホームページも載ってるんで、その見てもらえばいいんじゃないかなって気がするんだけど、このやり方ね、俺はちょっとね、って思っちゃったんだけど、あんまりこう、まあなんかこういう感じになんだろうなっていうのも予感はしてたんだけど、まあ、案の定こうなっちゃったかって気がするんだけどさ、っていうのはこう直接行ってさ、その場で見て、でメンバーとかとも話し合って決めるんだったらまだそうだね、そういうわけじゃないじゃないですか、確かにってなると普通の総選挙と同じで人気投票にしかならない、まあそうだよね、かなっていう気がする。不特定多数のファンが見るし、確かにあんまりしっかり見てなくてもこの子可愛いからこれでいいやみたいな感じになりがちじゃないですか、確かにね、なんかドラフトってその見た目だけじゃなくて、全部総合して判断が大事だと思う、そうですね、そう荻生香とかもそうだけどさ、確かにそういうのがあったから荻生香もね、今センターやってるけどさね、そうだよね、そうっていうのがあるから、ちょっとね、確かにね、疑問点は、まあ、正直人気投票っていうか、もともと知ってる人だけのみたいなね、まあそれが全部反映されるとしたら、そうだよね、だから、まあ、このやり方でやるんだったら、こうファンの投票は参考程度にしてもらって、実際にメンバーと支配人がその場で直接それを参考に選んだ方が、なんかこうその選ばれる方も納得できる、そうだよねっていう気はするよ、確かに、ちょっと不利有利が結構つきまとうよね、っていう気はしちゃうから、ね、ちょっとそういう風にならないとダメなんじゃないかな、確かに気がする、うん、ちょっと失敗に終わりそうで怖いなっていう、ちょっと引っかかる分までね、正直、悪いってんじゃないけど、ね、そうなんです、ちょっと引っかかる分正直ありますね、確かに、ね、なんでそのまあ、あとは回線の問題とかね、ショールーム問われがちなんですよ、そっかそうで映像悪かったりとか、っていうのもあるんで、その辺もちょっと頑張ってほしいなって気がするんだけど、そんな感じかな、そうね、まあ、何しろ、ね、どうなるかがうまくいってほしいけど、そうですね、分かんないね、そればっかりはね、まあ、うちらもそのファンも NGT もそうなんだけど、まあ、当事者のドラフト生からしてみればさ、それで選ばれて納得できればいいけど、っていうところもあるので、そうね、嬉しいけど複雑みたいな、人生がそれで変わっちゃう、そうだよね、確かに、それを含めてこう実際にファンが選んでるかっていうとさ、そうじゃないじゃないですか、ただ投票、そうね、だからその辺どれぐらいこうちゃんとファンが選ぶのか、そうね、本当に清き一票、重き一票みたいな、ね、そう、本当にそれだけ重いんだろうなっていうのを、そうだよね、考えて投票する人がどれだけいるんだろうって考えると、このやり方ちょっと怖いなって気はするなって、ね、思いましたね、確かにね、というわけで
1月の21日日曜日なんですけど、はい、まあ、それまでに向こうの準備がねいろいろ整ってれば、うん、自分もやりたいんでぜひ、はい、生放送しながら、うん、みんなで語り合いながらね、この子いいんじゃないっていうのをやれればいいなと、いいね、リアルタイム系、そう、ね、思ってるんで、はい、みんなでこう映像見ながら、うん、まあ、それぞれ端末で見てもらって、うん、まあ、2つ端末、ね、ないと多分できないだろうけど、ああそっかそっか、1個見て、そう、まあね、それをやりながらこう生放送しながらみんなで語り合いながら、うん、ちょっとできればいいんじゃないかなっていう、めっちゃ楽しそうそれ、うん、っていうのもあるんで、うん、ちょっとその辺も、まあ、できればいいかな程度なんで、うん、やれるかどうかまだ分かんないですけどね、やれたらぜひ一緒に、そうですね、うん、そんな感じでやっていこうかなと思います。はい、はい、というわけで今回はそんな感じの動画でした、うん、はい、というわけで終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。